ロシアディアトロフ峠の一ディアトロフ峠事件とは、1959年2月2日の夜、当時のソ連領ウラル山脈北部で、雪山登山をしていた男女9人が不可解な死を遂げたことで知られる事件である。事件は、ホラートシャフイル山の東斜面で起こった。事件があった峠は、一行のリーダーであったイーゴリ・ディアトロフの名前から、ディアトロフ峠と呼ばれるようになった。 当時の調査では、一行は、摂氏マイナス30度の極寒の中、テントを内側から引き裂いて、裸足で外に飛び出したとされた。遺体には争った形跡はなかったが、二体に頭蓋骨骨折が見られ、別の二体は肋骨を損傷、一体は舌を失っていた。さらに何人かの犠牲者の衣服から、高い線量の放射性物質が検出された。事件は、 人里から隔絶した山奥で発生し、生還者も存在しないため、いまだに全容が解明されず、不明な点が残されている。当時のソ連の捜査当局は、抗いがたい自然の力によって9人が死に至ったとし、事件後3年間にわたって、スキー客や探検家などが事件の発生した地域へ立ち入ることを禁じた。ソ連を引き継いだ。 ロシア連邦の最高検察庁は2020年7月13日、だれが原因との見解を示した。一行は、男性8名女性2名からなり、ソベルドロフスク州内のウラル山脈北部において、スキーでのトレッキングを計画していた。グループの多くは、ウラル科学技術学校、現在のウラル工科大学の学生か卒業生だった。メンバーは次の通りである。 ディアトルフ峠事件の犠牲者の慰霊碑、イーゴリ・アレクセイエビチ・ディアトルフ、一行のリーダー、1936年1月13日、生まれ。ジナイダ・アレクセイエブナ・コルモゴロは、1937年1月12日、生まれ。リュドミラ・アレクサンドロブナ・ドゥビニナ、1938年5月12日、生まれ。アレクサンドル・セルゲイ・エビチ・コレバトフ。 1934年11月16日、生まれ。ルステム・ウラジー・ミロビチ・スロボディン。1936年1月11日、生まれ。ユーリー・アレクセイエビチ・クリボニシチェンコ。1935年2月7日、生まれ。ユーリー・ニコラエビチ・ドロシェンコ。1938年1月29日、生まれ。ニコライ・ウラジー・ミロビチ・チボイコールブリニョーリ。 1935年7月5日、生まれ。セミオン・アレクサンドロビチ・ゾロタリオフ。1921年2月2日、生まれ。ユーリーエ・フィモビチ・ユーリン。1937年7月19日、生まれ。2013年4月27日没。一行の最終目的地は、事件発生現場から北に、約10キロのオトルテンさんに設定されていた。 そのルートは事件当時の季節においては、東波難易度が極めて高いと推定されたが、一行の全員が長距離スキー旅行や山岳遠征の経験を有しており、この探検計画に表立って反対する者はいなかった。1月25日、スベルドロフスク州北部の中心地、イブデリに一行の乗った列車が到着した。彼らはトラックをチャーターして、 さらに奥地に入り、ビブデリから約80キロ北方にある最後の友人集落、ビジャイに到着。そして1月27日、いよいよビジャイからオトルテンサンへ向け出発した。しかし翌日、ユーリー・ユーディンが持病のリウマチの悪化から離月、一行は9人になった。ユーディンと別れた後、生前の一行と遭遇した人間は、現在に至るまで見つかっていない。 ここから、先の一行の行動は、最後のキャンプ地で発見された日記やカメラに、撮影された写真などを材料に推定されたものである。1月31日、未開の原生林を北西方向に進んできた。一行は、オトルテン山陸に到達し、本格的な登山準備に入る一方で、下山までに必要と思われる食料や物資を取り分け、余剰分はキロに備えて残地した。 翌2月1日、一行は、オトルテン山へ続く渓谷へと分け入った。適した場所で渓谷を北に越え、そこでテントを張ろうとしていたようだが、悪天候と吹雪による視界の減少によって、方向を見失い、西に道をそれて、オトルテン山の南側にあるホラートシャフイル山へ、登り始めてしまった。彼らはやがて誤りに気づいたが、1.5キロほど、下方の森林地帯に入って、 風雪をしのぐのではなく、何の斜平ものもない山の斜面にキャンプを設営する、ことにした。木々の中でのキャンプ設営は容易だが、何ルートを踏破しトレッキング第3級の条件を満たす斜面での設営に決めた、ともされている。たった一人の生存者であるユーリー・ユーリンは、一行の行動について、ディアトルフは、すでに登った地点から降りることを嫌ったか。 この際山の斜面でのキャンプ経験を積むことに決めたのではないかと推測している。一行が登山を終えて、ビジャイに戻り次第、ディアトルフが速やかに彼のスポーツクラブ宛てに電報を送ることになっており、おそらく2月12日までには電報が送られてくるだろうと予想されていた。しかし、事前にディアトルフがユーディンにもう少し遠征が長引くかもしれないと話していたこともあり、 2月12日が過ぎて連絡がなかったにもかかわらず、誰もこのことに特に反応しなかった。こうした遠征では数日の遅れはつきものだったためである。2月20日になって、ようやく一行の親族たちの要請で、ウラル科学技術学校はボランティアの学生や教師からなる最初の救助隊を送った。その後軍と警察が腰を上げ、救助活動は ヘリコプターや航空機を投入した大規模なものとなった。2月26日、捜索隊がホラートシャフィルさんでひどく損傷して放棄されたテントを発見した。テントを発見した学生、ミハイル・シャラビンは、テントは半分に引き裂かれ、雪に覆われていました。中には誰もおらず、荷物はテントに置き去りにされていましたと述べている。 調べによると、テントは内側から切り裂かれていた。八つないし九つの靴下の足跡、片足だけ靴を履いた足跡、そして裸足の足跡が近くの森に向かって続いていたが、500メートル進んだ、ところで雪に覆われて見えなくなった。捜索隊は、森の外れの大きなヒマラヤ杉の下で、下着姿で靴を履いていないユーリー・クリボニシェンコと、ユーリー・ニコラ・エビチの遺体。 そして焚き火の跡を発見した。木の枝が5メートルの高さまで折られていたことは、彼らのうちの一人が木の上に登って、何かを探していたことを示すものだった。捜索隊はさらに、ヒマラヤ杉とキャンプの間で、ディアトロフ、ジナイダ・コルモゴロワ、そしてルステムス・ロボディンの3人の遺体を発見した。遺体はそれぞれ木から300メートル、480メートル、 630メートル離れた位置で別々に見つかり、その姿勢は彼らがテントに戻ろうとしていた状態で亡くなったことを示唆していた。残り4人の遺体を探すのにはさらに2ヶ月を要した。残りの遺体はヒマラヤ杉の木からさらに森に75メートル分け入った先にある渓谷の中で4メートルの深さの雪の下から発見された。4人は他の遺体より まともな服装をしており、これはどうやら最初に亡くなったメンバーが自分たちの服を残りの者たちに譲ったらしいことを示していた。ゾロタリョフはドゥビニナの人工毛皮のコートと帽子をかぶっており、同時にドゥビニナの足にはクリボニシエンコのウールのズボンの切れ端が巻かれていた。1959年2月26日、救助隊が発見したテントの光景。テントは 内側から切開されており、一行のメンバーたちは靴下や裸足でテントから逃げ出していた。最初の5人の遺体が発見された直後、死因審問が始められた。検視の結果、5人は死に直接結びつく怪我は負っていなかったことが分かり、5人全員の死因が低体温症であることが判明した。スロボディンは頭蓋骨に小さな亀裂を負っていたが、 これが致命傷になったとは考えられなかった。5月に発見された4人の遺体の検視は、事情が違った。彼らのうち3人が致命傷を負っていたのである。チボイコールブリニョールの遺体は頭部に大きな怪我を負っており、ドゥビニナとゾロタ両夫の両名は肋骨をひどく骨折していた。ボリス・ボゼロジデンヌイ博士は、このような損傷を引き起こす力は、非常に強いものであり、 交通事故の衝撃に匹敵するとしている。特筆すべきは、遺体は外傷を負っておらず、あたかも非常に高い圧力を加えられたかのようであった、ことと、ドゥビニナが舌を失っていたことであった。当初、先住民の満死人が、彼らの土地に侵入した一行を襲撃して、殺害したのではないかとする憶測も流れたが、現場に一行の足跡しか残っておらず、 至近距離で争った形跡がないという状況から、この説は否定された。気温が、摂氏マイナス25度から30度と極めて低く、嵐が吹き荒れていたにもかかわらず、遺体は薄着だった。彼らのうちの何人かは片方しか靴を履いておらず、同時に、その他の者は靴を履いていなかったか、靴下しか履いていなかった。何人かの足は、 先に亡くなった者の,の衣服を引き裂いたらしい衣服の切れ端で巻かれていた。低体温症による死亡のうち20%から50%は、いわゆる矛盾脱衣と関連があり、これは通常人が質検討式状態や混乱状態、高戦的な状態に陥るような中程度から重度の低体温症の時に起こる。おそらくこれが彼らが服を脱いだ理由であり、 服を脱げば脱ぐほど体から熱を失う速度は早まったのだろうと考えられる。頂上現象から軍の秘密兵器実験に至るまで事件を様々な原因と結びつけようとする説が持ち上がったが中でも有力な説明の一つとみなされているのが雪崩である。この説に基づくシナリオの一つは押し寄せてきた雪が夜のうちにテントを潰し、 メンバーはパニックに陥ったというものである。一行はテントを切り裂いて逃げ出したが、靴や余分な衣服をなだれで失ってしまった。氷点下の中で湿った雪に覆われると、15分以内に極度の疲労や低体温症による意識喪失が起こり、生存に関わる危機を招く。チボイコールブリニオール、ドゥビニナ、ゾロタリョフ、そしてコレバトフは、 自分たちが人里離れた場所にいるにもかかわらず、助けを求めて移動し、渓谷に滑落した。彼らのうち3人の遺体がひどい骨折を負っており、かつ彼らが渓谷の中で4メートルの深さのところに横たわっていたのも、彼らが滑落したことの証細とみなしうる。一方で、雪崩は、傾斜30度以上で発生することが多く、この一帯は、傾斜15度で、 なだれの起こりやすい地域ではないという主張はある。捜査当局がキャンプ地から続く足跡を見たことは、なだれ説を否定する根拠になる。さらに彼らから放射線が検出された謎や、遺体から眼球や下が喪失していた点も、なだれだけでは解明できない。ジャーナリストらは入手可能な死因審問の資料の一部が、次のような内容であると報告している。 当局の最終的な調査結果は全員が抗いがたい自然の力によって死亡したというものであった。死因審問は1959年5月に公式に終了し犯人はいないと結論した。資料は機密文書保管庫に送られ1990年代になってようやくコピーが公開されるようになったがいくつかの資料が失われていた。 事件をめぐる議論研究者の中には、捜査当局が以下のような事実を見落としたか、意図的に無視したと主張している者も,もいる。1967年、スウェルドロフスク州の著述家で、ジャーナリストのユーリー・ヤロボイは、この事件にインスピレーションを受けた、小説、最高次の複雑性を出版した。ヤロボイは、ディアトルフ以降の創作活動や、 捜査の初期段階において公式カメラマンとして関与しており、事件に対する見識を有していた。小説は事件の詳細が秘匿されていたソビエト時代に書かれ、ヤロボイは当局の公式見解以外のことや、当時すでに広く知られていた事実以外のことを書くことは避けた。小説は現実の事件と比較すると、 美化されており、一行のリーダーだけが死亡する結末など、よりハッピーエンドになるよう書かれている。ヤロボイの知人によると、彼はこの小説の別バージョンをいくつか書いたようであるが、いずれも検閲で出版を拒否された。1980年に彼が亡くなって以降、彼の持っていた写真や原稿などの資料はすべて失われてしまった。1990年になると、 事件の詳細の一部が出版物やスベルドロフスク州の地元メディアで公にされるようになった。そうした最初の出版物の著者の一人がアナトリー・グシチンである。グシチンは死因審問のオリジナルの資料を調査し出版物に使うことに警察当局が特別許可を出したと報告している。彼は事件の物品目録の中で言及されていた謎の エンベロープなどに関する多数のページが資料から消されていたことに気づいた。同じ頃、いくつかの資料のコピーが他の非公式な研究者の間に出回り始めた。クシチンは、著書、国家機密の価値は9人の生命の中で調査結果をまとめている。一部の研究者は、この本の内容がソビエト軍の秘密兵器実験説に入れ込みすぎていると批判したが、本は、 超常現象への関心を刺激し、公の議論を湧き起こした。実際、30年間口を閉ざしていた人々が、事件に関する新たな事実を報告したのである。そうした中の一人が、1959年に公式の死因新聞を率いていた、警察関係者、レフ・イバノフであった。1990年の彼の著書によれば、 当時の捜査チームは事件を合理的に説明することができなかった上、地域の高級官僚から死因審問を中止して捜査チームが見た飛行する球体に関する資料を機密にするよう直接指示を受けたというのである。岩野個人は何らかの頂上現象、具体的に言えば UFO などが起きたことを信じているという。2000年、地元テレビ局が ドキュメンタリー番組、ティアトルフ峠の謎を制作した。制作にあたっては、エカテリンブルク在住の著述家で、事件をモデルにドキュメンタリー仕立てのフィクション小説を、執筆したアンガ・マトベーエワが協力した。この小説の大部分は、事件の公式資料や、犠牲者たちの日記、創作に携わった者の,のインタビューや、映画制作者が集めた資料の引用からなっており、 大まかなあらすじは事件を解明しようと試みる、現代に暮らす、ある女性の日常と考えを追うといった内容である。フィクション小説であるにもかかわらず、まとべ英和の著書は公表されてきた情報源の中で最大級のものとして扱われている。また、事件の資料やその他の文書の写しが熱心な研究者に向けて、ウェブフォーラムで徐々に公開され始めている。 エッカテリンブルクでは、ユーリー・クンツェービチによって、ティアトルフ財団が、ウラル工科大学の助けを借りて設立された。財団の目的は、ロシア当局に対して、事件の再調査を開始するよう求めることと、亡くなった者たちの記憶を保存する、ティアトルフ記念館を維持することである。遺族からの要請を受け、ロシア検察は2018年に、事件の再調査を開始。 2020年7月13日、ロシア検察は、被害者の死亡はだれによるものとの見解を発表した。一方で、遺族らで結成された民間団体の弁護士は、遺族は、この結論には納得しておらず、人為的な要因であろうと推測し、検察の結論には同意しなかった。2021年1月28日には、中立非公家大学と、 スイス連邦工科大学ローザンヌ校のアレクサンダー、プズリンとヨハンガウメが小規模な表層なだれが事件の原因とする論文を発表した。この研究にはアナと雪の女王で使用された CG アニメーション技術を元にしたシミュレーション映像や1970年代にゼネラルモーターズが行ったシートベルト開発研究が利用されている。ありがとうございます。